団長です。パパスです。今回は前回プリウス C さんのですねハイブリッドバッテリーを交換した動画を2回に分けて上げてたんですけど、あかんかってで何があかんかったかっていうのは内部バッテリーの異常、まあ、その中のバッテリーが、はいはい、まあちょっとなんか変なあれで充電満充電付近で内部がショートする、だからそこまでは全然大丈夫やったんやけど、でコントローラーかなと思って変えたけどやっぱあかんかったから、はい、そうですね。それが2部目か。そうなんですよ。もう一回ねってけ。その時の症状ほんま1週間とかね、3日とかめっちゃバラバラやって、だからまあはい外すよりまあ交換して出来上がりとかね。はい、今日は結果はい付け方とか外し方はあの前の動画見てもらったら詳しくやってるんでね、そちらをまあはい交換して交換して、まあ、交換部員が来たからはい行きたいと思います。はい、とりあえず変えていきたいと思います。これが新しい、まあ、とりあえずここのセンサーしか変えなかったから、うん来た、うん、え、この線だけやったな。向こうと一本とコントローラーとこれだけやな、うんうんうん、はい、ちょっと反対側から行きます。よいしょ、まずこれ、はい、バッテリーこれです。これなのから、はい、これで電気が来ない、うん、電気まだ来る可能性があるからちょっと守ってるからはい、そうやった、うん、まあ、ステーとか外していきたいと思います。から開きませんよ、言うてね、はい、引き続き取っていきたいと思います。これで全部かな。これどう。はい。よいしょ。よいしょ。で取っていきます。
取れたつけていきましょはい、ここまで付け終わりました。いい感じ、バッテリー、はい、よいしょ。オッケー。で、最後、最後じゃないけどカバーあるけどまだ。ありがとうございます。よいしょ。おー、来ました。で、カバーをつける前に、よいしょ、確認、確認、どうしようかな、欲しかったろか、分かんかな、いけるね、いける、うん、よいしょ、うん、あ、出えへんわ、うん、これが、またいかない設定しないで、あ、これで、あ、いかんでよかったか、うん、あ、OK、 次回時に、あの前回と一緒でね、これで、はい、これで、あ、これ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 、あ、新しい鍋のせ替えされましたか、いいえ、あ、いいえなんや、うん、これで家にしたら、あ、ほんまや、ほら、これでハイにしたらで、これでハイにしたら設定変わるで、これで OK、 新しいナビに組み替えしましたかは、いいえで、そう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 、
これだ、それがいいえ、あの初めに暗証番号が出たら、あのパスワードが出たら、そういうことね。電気だ、できる。へえ、パスワードが出たら面白い、出た、パスワード入れてください。あれアウト、パスワードの中から、ね、パスワード入れんでよかったら OK で、いや、あの起動しないと、で、いいえで、一応診断最後、一応ちゃんとちゃんと診断します。全部 OK 出てるわ。異常なし、ね、異常なし、はい。ABS とか出てなくても、うん、一応して、そうそうそう、これ走ってないっていう、うん、あ、異常なしや、うん、それまた別のあれが出る時もあるの。そうそうそう、うん、まあ最後一回記憶消すわ。はい、全自己診断消去で。OK です、全自己診断消去完了しました。よかった。ああ、ちゃんと、あー、いいよ、いいよ。で、最後にカバーつけていきます。よいしょ。ごめんなさい、今日はこんな感じでつけるところは早回しで、もう原因、まあ、原因はこのついてたバッテリーが、うん、多分内部でショートしてたっていうね。そういうことね。まあ中古やったから。そう、うん、まあでも一番良かったはナビの設定が黒い、うん、前はあのトヨタにね、そうそうそう、言ったって。取り付けの方法の仕方はまた別の動画で詳しくやってますので、よかったら皆さんそちらを見てください。だからまあそういうトラ症状が、だからこの1個前の動画で症状をやってるから、うん、そういう症状が出た時はもう内部のバッテリーが悪いから、うん、もう一回だからバッテリーを交換し直して、そうです、うん、今日はその作業まで行ってきました。よかったら皆さんも参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。